構2人で口芝居とかして遊んでるんで。してない口芝居してないですけど、危ないっすだと思われる。ただでもなんとなく勝手に設定があった時に、その設定の中で2人で話を進めていくことが結構、うん、それはあるでしょう。あるあるありますね。だからすんなりと、別に台本っていう感じじゃなく入ってきましたね。はい、普段通りです。台本も分厚かったんでびっくりしましたよね。と思って。そう、映画ですもんね。で、謎がいろいろと、トロに関する謎が明かされていく、明かされていく。結構知らないことがいっぱいある。トロについてでしょ、うん、そうなの。私知らない。みなちゃん友達でしょ。私ね、友達だけど知らなかった、あんなことは。まさかあの人とね、あんなことがあるなんて。危ないです、ね、危ないです。でもこういう感じで進んできますけども、はい、本編見ていただくと本当の謎が解けますから。トロ、出てくるね、台本が。こっそり私ここに台本置けます。こうね、こう分かんないように。根本的な話ですけどね。まあ、何でしたっけ。くどいようですけど、もう一回やっていいですか。すいません。はい、カラオケとご飯か、うん、かなりね、かなり行きたいんだけど、今日の収録がね、何時までかかるかわかんないんだよね。じゃあやさん、うん、とにかく、先見と先見の、そうね、ちょっと先見の目を持って私が頑張りたいと思って、ね、ミックス。あ、今いい感じだったのにな。いい感じでもなかったから、お願いします。よろしくお願いします。厳しいんだ、間違ったら。はい、よろしくお願いします。はい、また。ご飯とカラオケ、あ、はい、ちゃんと入れといてくださいよ。わかった、後でね。はい、じゃあまた後で。いってらっしゃい。はい、学校、ありがとうございます。あ、そっか、でも良かったよね。うん、良かった。あ、もう一回行きます。よろしくお願いします。すいません。私ですね。あの、読んでる感が出ちゃってるっていうのは、あの、完全にラッサがあるんですよ。じゃあ覚えます。大丈夫です。はい、記憶パンあげようか。記憶パン欲しいな。撮るんですね。いやー、緊張しましたね。難しいですね。もうでも今もうマックスです、私ができる演技。すごく細かかったですよね。細かい。いやー、みなちゃんいい出来だったね。いやー、でもね、やっぱ難しい、井上さんってやるの。トロ井上さんね、ちょっと視線もね違うしね。そうなんですよ。で、途中まで監督がカンペダメって言われたんで、途中からね。あ、途中からで、カンペをね、でも見ようと思ったんですけど、気づいたらあやさんもこっちに来て、カンペがある方に来ちゃうから、私が見てるのバレると思って閉じてもらったんですけど。プロ意識、プロ意識。ただ難しい、これ。よく頑張りました。ありがとうございます。日高昆布いただきました。難しい。でも楽しかったよね。女優さんと俳優さんすごいですね。すごい。いや、でも良かったです。お疲れ様でした。本当、後のブロックはあやさんに託して。はい、結構こっからがあるっていうね。長い。腹ごしらえ、腹ごしらえ食べようっと。密かに広がるある現象に10月1日の日でした。でもなんかあの、ひなちゃんとの絡みのところはちょっと完全に
お芝居というかいつもの感じを演出しなきゃいけなかったんですけど、まあ、ここからは番組の進行で司会者役なのでだいぶ楽です。はい、長島さん、そうしたら行けます？はい、じゃあ司会者行けます。はい、一人でブツブツ練習してます。意外とびっくりしました、はい、けどいつもの番組を進行してる気持ちでやったの で後半はこう慣れてきてだんだん楽しくできました。難しかったんですけど、でも監督さんが説明してくれたんでそれにこう習って頑張りました。お疲れ様でした。